日本のワイン、日本のワインでは日本で生産されるワインについて述べる。日本産ワインはヨーロッパ産ワインに比べて含有する有機産需要が少ないと言われてきた。これは日本のワインが主に原料とした高州種のブドウ由来の有機産が欧州種と比較して少ないためと得られる。この特徴から欧州系のブドウから醸造されたワインに比べて魚介類との相性が良いとされている。 また、欧州系ブドウのワインが、いわゆるガーブと呼ばれる、地下式の保管庫による、さ冷却的な温度が適度に飲みやすいのに対して、冷蔵庫で強めに冷やした状態が飲みやすいとされる。別の研究では、ワインの適温は、有機酸の種類と含有量、タンニン、炭酸ガスの量によって異なるとしている。一方で、欧州系のブドウと比較して、欧州種から作られたワインは、 香りに乏しく、凡庸と言われてきたが、近年、醸造技術の進歩と、ぶどうの収穫時期の適正化、ぶどうの糖度向上、産地ごとの特徴の把握などにより、世界的に評価される、日本ワインが醸造されるようになってきている。また、メルローやシャルドネなどの国際品種を中心に、ヨーロッパの国際コンクールで評価されるワインも、長年作られてきた。ただし、長い間、 日本国内で国産ワインとして売り出すためのもとは、酒税法の他には、酒造業界の自主基準しかない状態だった。このため、輸入されたブドウや濃縮果汁を使用したものを使用して、日本国内で醸造されたワインも国産ワインに含まれている。2015年、平成27年10月30日、国税庁は、日本国内で生産されたドウのみを使って、 日本国内で製造された果実種だけを日本ワインとする表示告示を策定した。地名表記も厳格化され、表のラベルに産地として地名を使用する場合には、ブドウ85%以上収穫した地域で醸造したワインに限られることとなり、2018年の施行を前に商品名を変更した事例もある。国税庁の平成26年度、 2014年度の調査では、平成25年のワインの生成数量は95.098キロリットルであり、前年と比較して7.7%増加した。このうち、大手5社、札幌ワイン、サントネージワイン、サントリーワインインターナショナル、マンズワイン、メルシャンと、資本関係のある販売会社、アサヒビール、札幌ビールの市場シェアは78.7%だった。 日本生産ワインの原料は72.0%が輸入原料、果汁、ワイン28.0%日本産原料で内訳は25.9%が日本産の生ぶどう、1.7%がその他となっている。販売総量の構成は19.4%が日本産ぶどうを全量使った日本ワイン80.6%が 日本ワイン以外の輸入原料を使用し、日本で醸造した国産ワインだった。輸入原料の使用割合は大手5社では95.9%の輸入原料を使用しているが、生成数量が年間500キロリットル5000キロリットルの中堅企業でも30.8%の輸入原料を使用している。一方、年間500キロリットル以下の小規模なワイナリーでは、 5以下とほぼ全量日本産ブドウを使用していた。国産ブドウの種類別の使用量で一番多いのは、杭州で、次にマスカットベイリーエイ、ナイアガラ、コンコード、デラウェア、メルロー、シャルドネ、キャンベルワーリーの順になっている。ワイン原料になる、ブドウ産地別の生産量では、山梨県、6973トン、長野県、5656トン、 北海道3124トン、山形県2688トン、岩手県706トン、新潟県399トンの順になっており、この6道県で全体の88.3%を生産している。生産された西葡道は北海道でセント、長野県でセント、山梨県でもセントが、 同じ道県内で加工されているのに対して、山形県では56.8%しか県内で加工されておらず、残りの4割のブドウは他地域に出荷されていた。栽培されているブドウの品種は地域によって傾向が異なり、伝統的に日本原産のブドウを栽培していた地域では、甲州種やマスカットベリー A が多く栽培されており、甘味果実種の原料を 主に生産していた地域では、ナイアガラやコンコード、デラウェアなどのアメリカ合衆国産品種や、セーベル系品種が多く栽培されている。また、近年、ワイン用ブドウ品種を栽培始めた地域では、シャルドネ、メルロー、カベルネ系の欧州産ワイン用品種が多くなっている。国税庁による、平成28年度の都道府県別の、酒税課税統計では、ワインの生量は、 多い順に、神奈川県、生産量は1区、栃木県、24,556キロリットル、山梨県、13,858キロリットル、岡山県、4,669キロリットル、長野県、4,467キロリットル、北海道、2,819キロリットルの順になっており、上位の県には、それぞれ大手のワインワイナリーが立地している。 近年では地元産の果実を使用したフルーツワインを専門とするワイナリーも登場している。世界の主要ワイン生産国においては品質管理や表示基準や原産地生産などを定めたワイン法を有するのが一般的ではあるが日本では長年にわたって甘味果実種がワインという名で流通してきてりその後の世界貿易自由化の流れで 輸入果汁や輸入バルクワインを原料にしてきた経緯もあって一律の厳密な法制度は整っておらず、酒税法上は原料産地やドウ品種に関係なく、日本国内で醸造最終製品化を行うことで国産、すなわち日本産を表示することが可能となってきた。日本で生産されているワインのうち約80%は、 世界から輸入した濃縮ブドウ果汁を日本国内の工場で加工して国産ワインとのラベルで出荷されている国税庁果実酒製造業の外境、平成4年度日本のメーカーが発売する低価格帯ワインは輸入した濃縮果汁を日本で醸造したものであるものによってはそれにバルク輸入した輸入ワインが混ぜられていることもあるスーパーマーケットや コンビニエンスストアで販売されている国産ワインのほとんどはこのような工業製造によるワインであるが世界基準では生葡萄を原料とする醸造酒だけがワインになっており日本で販売されている濃縮果汁の国産ワインはワインとして認められていないこのようにワインについての統一的な法整備や規制がないため国際的に日本はワイン更新国としてみなされており 手税法の中で、常実のような工業製造が認められているため、輸入果汁の加工品に過ぎない、日本産ワインが、国内市場で広く流通している。一方で、従来、葡萄の生産地でもワイン製造は出荷できない、生食用葡萄の処分方法という位置づけが長く、良質な葡萄を使用したワイン製造に結びついて、来なかった。このため、消費者の間では、国産ワインについて、 安かろう、悪かろうというイメージが根強く、日本のワイン産業の成長を長年阻害していた。日本のワイン産業の発展、ブドウ農業の活性化、税収の増加などの観点から、2010年代に入り、日本で栽培されたブドウ100%を使ったワインを、日本ワインと表示する流れも広まった。2014年春、自民党主体でワイン法制に関する勉強会が発足。 国内法の制定に向けた準備を始めた。これに引き続き、酒税法や、政令や、省令の改定により、日本国政府による、原産地表示に係る法的ルール整備がされた。2018年から施行される、日本ワインの故障厳つかのルールでは、日本で生産された、西武道100%使用したワインのみが、日本ワインの名称を使用でき、原産地域の表示を行う場合には、 その地域のブドウを85%以上使用することが必要になる。すでに一部の地方公共団体で独自の原産地故障管理制度が始まっており、長野県の長野県原産地故障管理制度や、山梨県甲州市のワイン原産地認証条例などがある。原産地名称保護制度として、欧州連合のフランスでは、アペラシオンドリジーヌ・コントロレ、奥原産地統制故障。 アメリカ合衆国では、アメリカブドウ栽培地域、略称 AVA が法律制度として定められている。テロアールという表現で、ワインと原料となるブドウの環境といった地域性が重視されたワインでは、こうした動きは醸造用のブドウの生産地域では、ブドウ生産からワイン製造までの過程を、生産地の環境と共に楽しむワインツーリズムの広がりなどが期待できるため、 地域振興策として注目されている。その反面、これまでブドウ産地としてワインを地場産業にしていた北海道や北、関東、関西などの地域の自治体やワイナリーでは、地産地のブドウの他に、他産地のブドウや輸入果汁、ワインを使用してきたために、一部銘柄のワインに地名を関して売れなくなるため、戸惑いの声が上がっている。また、 原料表示の厳格化の結果、原料比率の多い順に記載しなければならなくなり、他産地のブドウを原料の筆頭に書く必要が出たり、外国のワインを筆頭に書く事態になっている。その他、施行までに生ドウの生産を多くしようと、苗木の駆け込み需要が発生しており、各地の苗木業者で苗木不足が発生する事態になっている。あるいは、従前からの借還法基準のボトル、 7 2 0トルイコール4号も、世界標準である7 5 0トルに対して、輸出入場の祖語を来たすなど、ワイン先進国と足並みを揃えるには克服すべき、課題も多い。日本列島では、縄文時代中期には、手造具である可能性が考えられている、有効つばつけ瓦家が存在する。有効つばつけ動機は、地造具であるとする説と打楽器であるとする説があり、 決着を見ていないが、ドウ果汁を発酵させた、飲料、液果種が作られ、飲用に供されていたとも言われる。ご方向陰記によると、1483年、文明15年に、関白この駅の人がワインを飲んだという記述があり、おそらくこれが、最古の記録である。貝原駅券も、山和本蔵の中で、ワインを外国からの輸入手として記載している。その一方で、 日本で、ぶどう酒を作ったという文献も見られるが、このぶどう酒は、ワインのことではなく、ぶどうの果実を焼酎に漬け込んだり、あるいは、ぶどう果汁を日本酒などとブレンドした果実酒、リキュールの類のものであった。文化14年には日本で西洋の方法によって、薬用ぶどう酒が初めて作られ、オランダ薬協に、ぶどう酒は、ぶどう汁を取りかもし作るものなり、 略会の国市川大門村、山梨県市川三里町の医師、橋本白樹、吉也と梶香沢、梶じか山梨県藤川町の役補、白霊や雄造が、オランダの作り法に従って、どう酒を醸造との記述が見られる。日本で本格的にワイン生産が行われるようになったのは、文明開化を受けて、西洋文化を積極的に摂取するようになった。 明治時代以降である。一方、江戸時代初期にあたる1628年、武前小倉藩主の細川忠都がは家臣である、上田太郎衛門にワイン作りを命じた記述が発見されており、日本のワインの歴史が武前小倉藩、現在の北九州市等を始まったことが近年明らかになっている。中部地方の内陸に位置する山梨県、九海の国では、 江戸時代後期において、勝沼村、現在の甲州市勝沼の一部の地域において、商品作物としての甲州葡萄の栽培が行われていた。明治初年には、山梨県令藤村四郎の主導した、食産工業政策によって、葡萄酒の醸造が試みられるが、これに先行して、甲府在住の山大区卿と、竹馬則久ひさ、二人の共同出資によって、ワインの醸造を行ったが、 近代的なワイン醸造における元祖とされている。その後、ブドウ農家が集中していた、勝沼村で1877年、明治10年に、第二本山梨ブドウ主会社が設立されるが、初期の会社にはしっかりとしたワイン醸造のための基礎が、なく、当時最先端の醸造技術を習得するために、同村出身の高野正成と、土屋助次郎、ロ健等を等フランスに派遣。 貴重の後、醸造量を150国として、海外製品により安かったことも歓迎され、そのすべてを、売りつした。高野と土屋はその功績を称えられ、後年、二人の洋服姿の写真を図案化したマークが、勝沼の町のシンボルとして各種に使われている。また、日本のワイン酒の霊明期において、新潟県の川上全米や愛知県出身の神谷、 デンベーラの醸造家の努力や業績については、特筆されるものがある、当該項目参照。当初は、アメリカ系の葡萄種、主にデラウェアやアディロンダックの栽培が中心であったが、その後国策によって、味わいにおいて、より優れたフランス系の品種に変更された。しかし、欧州系の樹種に寄生した、フィロキセラ、フィロキセラ、 ブドウネアブラムシブドウの高酸症による荒廃により、壊滅を余儀なくされ、1885年、明治18年、日本でのワイン醸造の歴史は一旦は頓挫する。当時、唯一アメリカ種に寄っていた山梨ではこの家から逃れることができ、今日の流星の礎となったとされる。昭和以前には、免許、税法などの整備はなく、ブドウが取れるところでは書く、家で、 各々のやり方で醸造されており、その過程で黒武道で作られたものは赤酒などと俗称されていた。1939年昭和14年3月に物品税が1940年昭和15年3月29日に酒税法、果実酒に関する施行規則が交付されるにつれ、届けで認可のない自家醸造は闇酒、密造酒とされ捨てていた。 以降、国産ワインの需要も少なく各地で、細々と作られているだけであったが、第二次世界大戦中に、ワイン製造の際の副次品である、主席さんから生成される、ロシェルジオ結晶が、兵器、音波探知の部になるとして、国内で、武道酒醸造が奨励され、大増産された経緯もある。ところがこれはあくまでも、軍事兵誕上の需要であり、 引用を主目的としたものではなかった。後戦後の農業革新の過程で、戦前戦時の遺産、二十歳や醸造技術などを活かして、生産に適した地域では、ある程度の規模を持ったワイン醸造が民生用として、再開された。しかし国内で生産されるワインには、輸入荷重やバルクワインの混入も多く、まだまだ発展途上と言われ評価は低かった。 一方、日本人の思考としては、当初は、ワインの酸味や渋みが全く受け入れられず、長らく蜂蜜など糖分を加えて、これらを緩和させた甘口ワインが主流であった。当時の消費者がワインとして認識していたものは、甘みが付加された、サントリーの赤玉ポートワインや、蜂葡萄酒、カキ、薬品としての、葡萄酒参照のような種類のもの、味果実酒である。 この傾向は1970年代頃まで続き、本来のワインはむしろ、武道酒と呼ばれ、趣味性も高く、一部の愛好家の思考においては、ヨーロッパからの輸入ワインに頼っていた。その後、東京オリンピック、1964年、昭和39年や大阪万博、1970年、昭和45年などの国際交流や、大手メーカーの PR を通じて、 本格的なワインに対する一般の認知度も高まり、ブドウを果物として生殖することとは別に、飲用として摂取することも広まってきた。これを受けて、ワイナリーと称する専業生産者も、本腰を入れるようになり、欧州本場に習った垣根式の栽培法を取り入れ、害虫に強いヨーロッパ系新種のワイン用に特化した、ブドウ栽培を展開し始めた。いくつかのワイナリーからは純国内栽培による、 優秀なワインも生産れて、海外の品評会での受賞も見るようになり、国際的に評価されるようにもなってきた。また、日本独特の消費者感覚から無添加、無農薬ワインも生産されるようにもなった。洋酒に関する輸入関税の緩和や、日本の食文化の多様化、ポリフェノール効果によるブームなども手伝って、近年ようやく本格的なワインが理解されるようになり、 国内での品質の高いワイン生産を促進させる下地となった。2002年からは山梨県が主導して国産のドウを100%使用して作った日本産ワインを対象とする国産ワインコンクール2015年からは日本ワインコンクールと会称が行われるようになり、ビニョロンと呼ばれる個人醸造家による出品から大手メーカーの力作まで 純国産ワインの品質向上を競うようになっている。日本における主な生産地としては、北海道、山梨県、長野県、山形県が挙げられる。近年の酒造メーカーの総合酒造メーカー化の流れにより、大手ビールメーカーや洋酒メーカーが、ワイン醸造も合併や事業買収で参加に収めている。こうした結果、メルシャン、キリンビール、トミノワイナリー、サントリー、 グランポワール、サッポロビール、サントネージュ、アサヒビールといった大手酒造メーカーや、マルスワイナリーや、シャルマンワイナリーのような中堅や、中小の酒造メーカー自社で国内でワイン醸造を行うようになっている。また、マンズワイン、キッコーマンのような醸造メーカーが、醸造技術を活かしてワイン醸造を行っているケースもある。国税庁の平成十六年度の酒税統計資料では、 アンケートに回答のあった176社のうち、年間生産5000キロリットル以上の企業が5社、500キロリットル以上、5000キロリットル未満の企業が11社、100キロリットル以上、500キロリットル未満の企業が24社、100キロリットル未満の企業が134社となっている。少数の大手、中堅企業と大多数の小規模アイナリーという構図になっている。 生食用のブドウ農家が安価な醸造用ブドウの生産に乗り気でなかったこと。農地法の規制があって、醸造メーカーが直接自社農場を持ちにくかったこと。1970年代の自由化の流れもあり安価な輸入果汁や輸入ワインの入手ができたこと。これらの要因があり、大手のワイナリーに限らず中小のワイナリーも含めて、 輸入濃縮ブドウ果汁や輸入バルクワインを使用した安価なワインを国内製造ワインと称して製造してきた。その一方で自社農園や契約農家が生産した国内産ブドウを使用して自社、ワインなりで生産した日本ワインの生産、販売やより高品質なワインの研究も行っている。特に大企業は輸入果汁などから作る大量生産ワインと高度の 武道栽培から行われる本格的なワイン製造の二面戦略をとっている。こうした大企業は技術の囲い込みなどを行わなかったため、現在の日本ワインの知名度や品質の向上には、こうしたワイナリーの研究開発や地道な農家育成、自社ノウハウの公開と指導といった活動が大きく寄与している。近年、特に大手メーカーとは別に比較的中規模から、 家族経営のもの、日本国内には数多くのワイン醸造業者があり、それぞれがそれぞれの経営、生産方針にのっとり、小規模ながらも多くの銘柄を算出している。それぞれが各々の得意を持って、自ら柱となり道となり、日本のワイン業界を盛り立てているのである。なお、国税庁の統計上は原料が国産であるかないかに関わらず、 日本国内で醸造したワインは国産として統計されるためメーカーが濃縮ぶどう果汁を輸入して日本国内で工場生産したワインも国内産の生産量に計上されている下記原産地表示の交算賞。国内のワイン生産の構造上、こうした大手の連化ワインの生産量が圧倒的に多いことから統計上は大手メーカーの大量生産工場が存在する。 府県が、ワイン生産量のの上位になり、平成22年度の統計では、日本でのワイン生産量が最も多い県は神奈川県となる。これは藤沢市にメルシャンの工場があることによる。日本薬局型にどう酒がアルコール系需要競争剤として収載されている。食欲増進などに リモナーデ在としてそのまま、赤酒リモナーデ、もしくは多剤と配合して飲みやすくするため、高血圧などの食事療法にも用いられている。薬用として使用されるようになったのは、明治時代に流行した腸チ,チフス、赤痢、コレラなど、病後の需要競争にと使用されたの始まりと見られている。かつては、シャトウカミや、ゲン、 コエノンホールディングスが極方八部同士として製造していたものの、薬価改定の理由によって1982年、昭和57年に製造中止となり、長らく空白状態が続いていた。しかし、現在では製薬会社2社が製造販売している。愛知県の中北薬品によって、1992年、平成4年に、 同社津島工場において生産が再開され、現在では薬の葡萄酒、医薬品名、日本薬局法部同士として、薬局、薬店を通して一般に購入することができる。ただし、一般のワイン同様、未成年は未成年者飲酒禁止法で罰せられるほか、飲用後の車両運転も飲酒運転であるため、法律で禁止されている。東京都の市政、 同性薬も葡萄酒を製造しているが、こちらは詳細は不明である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。